大山崎ジャンクション完全開設。大山崎インター入り口から京都縦貫道までの実装動画です。大山崎インターには入り口が2つあります。当チャンネルでは国道171号上り線から入る入り口を第1入り口、下り線から入る入り口を第2入り口と呼びます。ご了承ください。まず第1入り口からの動画です。前方の上の高架を右に行くと京都縦貫道です。今からあそこを目指します。左にカーブして国道171号の下をくぐります。ここからの直線は大山崎ジャンクションで屈指の難所です。左から合流するのは第2入り口からの連絡路です。京都縦貫道方面はすぐ先で左に分岐する必要があります。右車線の車に注意しながら速やかに車線変更をしましょう。京都縦貫道方向に進みます。大きく右カーブしながらジャンクションの外縁部を走ります。名神からの連絡路と合流します。合流とほぼ同じ位置の右側に出口への分岐がありますが、無理やり行かないようにしてくださいね。この先の分岐で京滋バイパスは右、京都縦貫道は左に進みます。京都縦貫道方向に進みます。前方が京都縦貫道の本線です。緩やかに左カーブしながら合流に備えて近寄っていきます。東海道新幹線国道171号線大山崎インター入り口をまたぎます。名神本線もまたぎます。京都縦貫道本線に合流して完了です。2分5秒合流3回分岐3回です。続いて第2入り口からの車載動画です。第1入り口の場合と比べると難易度は下がります。左にカーブするとすぐに第1入り口からの連絡路が合流します。京都縦貫道方面はこのまま左車線をキープします。京都縦貫道方向に進みます。この後は最初に見た第1入り口からの動画と同じルートになります。同じことの説明になってしまいますので、今回は静かにしていますね。
京都縦貫道本線に合流して完了です。2分19秒、合流3回、分岐3回でした。今回のルートを見てみましょう。ジャンクションの外側の縁を走っていますね。ご視聴いただきありがとうございました。この動画の他にも大山崎ジャンクションの解説、攻略動画、全ルートの車載動画を多数ご用意しております。説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらもご覧いただけると幸いです。再生リストから見ていただくと順番に見られるので便利です。この動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価、コメントをいただけると大変嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。